ハニーマスタード。これめっちゃ美味しいんですよ。ヤムヤムチキンです。こっちがヤムヤムチキンで、こっちがハニーマスタードのチキンになってます。お母さんが作ってくれました。こんにちは、マーノです。今日は私の一日のお食事ルーティーンを撮っていきたいと思います。結構ね、いろいろご飯には気を使っている方だと思うので、ぜひ最後まで見てください。ニコプチ TV。今から朝ごはんを食べたいと思います。今日の朝ごはんはこんな感じです。スープは朝ちょっと体が冷えてるので体を温めるために飲んでます。このスープにはベーコンとトマトと人参と玉ねぎとブロッコリーとカリフラワーと大豆が入ってます。野菜たっぷりですごい健康的です。これはお母さんの手作りヨーグルトスムージーです。R1 とブルーベリーとバナナと牛乳が入ってます。毎朝飲んでたら風邪ひかなくなったし元気が出ます。マフィンです。これはライ麦のマフィンなので普通のパンよりかは少しカロリーが低めなのでこれをいつも食べてます。ハムと卵とレタスが挟まれてます。もちもちしてて美味しいので大好きです。では早速食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずスープからいただきます。野菜たっぷりですごい美味しいです。じゃあ次マフィン、私が大好きな、自分で作ったりもして簡単なのですごいおすすめです。いただきます。美味しい。ライ麦パンはすごいもちもちしてて美味しいです。ライ麦のつぶつぶみたいなのがあってそれを噛むのが好きなんですよ。よく噛むと消化が良くなるのかな。最近はよく噛むようにしてます。お菓子とかもあんま言うて食べないんですけど食べるときは絶対にめっちゃ噛むようにしてます。はい、朝ごはんはこれで終わりなのでごちそうさまでした。美味しかったです。では今からお昼ご飯を食べたいと思います。今日のお昼ご飯はこんな感じです。夏野菜の揚げ浸しですね。かぼちゃとナスとオクラが入ってます。これは今日のメインパスタです。冷製パスタですね。トマトと生ハムとバジルが盛り付けられています。ではもう早速食べちゃいたいと思います。いただきます。夏野菜の揚げ浸し、めっちゃ私ナスが大好きなんですよ。ナスから食べたいと思います。美味しい。オクラ、うん、オクラって種めっちゃ美味しくないですか。プチプチしてて美味しいです。かぼちゃ、なんかかぼちゃって夏野菜っぽくない、なくないですか。つい最近かぼちゃが夏野菜っていうことを知ってびっくりしました。ハロウィンとかで10月とか11月が旬なのかなって思ってたら夏だったんですよ。だからすごいびっくりです。ごちそうさまでした。では今から夜ご飯を食べたいと思います。今日の夜ご飯はこんな感じです。ヤムヤムチキンです。こっちがヤムヤムチキンでこっちがハニーマスタードのチキンになってます。これは最近韓国の料理をあんまり食べてなかったからお母さんが作ってくれました。ヤンニョムチキンといえばこの大根の酢漬けです。韓国でよく出てくるらしいです。デザートの桃です。お父さんが昨日買ってきてくれたやつです。結構美味しい、甘かったです。ほうれん草のナムルです。ナムルにしたらほうれん草めっちゃ美味しいから好きです。これはわかめとお豆腐のスープです。めちゃめちゃわかめ入っててびっくりするぐらいわかめ入ってるから髪に良さそうだなと思って食べてます。ご飯です。玄米も一緒に炊いてるやつらしいです。それではいただきます。わかめがたくさん入ったスープです。おいしい。最近お豆腐を結構いっぱい食べててお腹空いたら醤油かけてパクパク食べてます。健康にいいっぽいので食べてます。ヤムヤムチキンを食べたいと思います。
ちょっと辛いけど甘辛くて美味しいね。大根の好き。大根韓国ドラマ見たら絶対チキン食べてる隣で大根があるんで、なんかお母さんリクエストしました。ハニーマスタード、これめっちゃ美味しいんですよいただきます。最近ハニーマスタードのソースを買ってから本当に美味しくて、家族全員大好きです。最後の一口食べたいと思います。ごちそうさまでした。最後まで見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。